ははい池田です意識は幻か前にずっと前ですけど、まあ、今も YouTube に上がってるんですけど慶応大学の前の教授っていう人が自動意識仮説っていうのを提唱してるというか言っていてそれの解説というか講義の動画が YouTube にあって。 僕はそれを見てあこれ面白いなってずっと思っててでまあ最近もそのことに関してちょっとつながることがあったので、まあ、また思い出してたんですけどこの僕のこの低ス,低スペックな脳ではこの受動意識仮説っていうのをちゃんと解説できないのでまたその前の教授の動画を見てほしいんですけど、まあ、リンクに貼っときますけど。 簡単に説明するとこの私とか今こう起きてる自分は意識があるっていうこの意識考えてるっていう意識とこの動いてる動作このす全てが錯覚であったとしたらどう思いますかねっていう話です。この今僕が喋ったことも錯覚今ここは僕がい,いるっていうことも錯覚。 錯覚どういうことかというとこの受動意識自我とかは僕ら自発的に今今のこの状態だと僕が自発的に YouTube を撮影している僕っていう自我があってその自我が自発的に今 YouTube を撮影しててこうやってこんな抵抗なしでしゃべってるこれが実は この自我もこの喋ってるっててる自分で自発的に喋ってるってこれも全部錯覚でその脳が脳の機能の演算の結果こうその意識が現れてその意識を僕らは自分で自我として意識していてでそう思い込んでるっていう話です。 もうちょっと具体的に言うとこうやって僕はこうこれを筆を振ったこの動作をしようって僕は自発的に思ってしてるっていう感じになってる感じなんですけど意識はそれよりも数秒前に脳はこう指令を出してるとか命令してるんですよね。でその後に意識に上ってきて よし動かそうって同時になるなってるってことです。で動きだけじゃなくて意識意識でさえそうだっていう風な仮説っていうことです。これでわ <laughs> かる分かったでしょうかその 今日ご飯何にしよかかなとか今考えてちょっと声も出たんですけど考えたことこれは自分の自我が自発的に考えたと思いきやそれよりも数秒前に脳が先ににててて指令を出してるっていう話ですにわかには信じがたいんですけどこの前の教授っていう人がコンピューターコンピューターかロボットかの開発して かなんかの研究してる人でロボットを作るときに意識っていうのがないと動作がおかしなことになるっていうのから説明してたんですよ。でロボットを作る人ロボ,ティスディスクロボティクスとかそのロボットを作る人の究極目標はやっぱりアトムを作り出すことだと思うんですよ。アトムっていうのはは心があるはずなんで その心っていうのが錯覚なんじゃないかっていう説です説というかでなぜそうなってるかっていうと僕らが今日の今日の今この瞬間まで生きてきた脳の記憶と今ここにある環境のを脳が信号を受け取って目からも耳からも信号を受け取っていてその膨大な量の 情報を精査して最良のものを意識に上らせてそれを僕らの自,自我っていうのがあるふうに勘違いしていてその自,自我が自分が自発的にそれを思ったんだっていうふうに錯覚させられてるっていう話ですで。でまあ僕はこの受動意識,意識仮説に関しては。 あの肯定的に捉えてるというかそれ面白いしそうなんじゃないかって思ってたんですけど最近読んだ本で「サピエンス全史っていうのがあってそれのそれ世界で1,500万部ぐらい売れた超ベストセラーなんですけどそれの続編も世界で500万部ぐらい売れてる「ホモデウス」っていう作品があってそれも同じ作者の本なんですけど。 そここにも出てきたんですよこの受動意識仮説受動意識意識識仮説っては書いてないんですけどこの意識っていうのは脳のア,ゴリアルゴリズムの計算の結果が現れてるだけっていうのがもうほとんどこの脳の研究では正しいんじゃないかとされているみたいなことを書かれてるんですよ。このの最近の やつなんですけどこの受動意識仮説が前の教授の動画はもう10年前なんですけどこの「ホモデウス」っていう本でもその最近の脳科学ではこの意識っていうのはこの自分が自我で自発的に意識が出てるっていうよりは脳が集めた情報を受動的にこの自我は受け取ってるのに自発的にやってるっていうふうに錯覚してるっていう。 ことになんですここでこれを聞いた時にちょっと引っかかったというかあれって思ったのが引き寄せの法則ってやつなんですよね <laughs> 引き寄せの法則っていうのは聞いたことある人は結構いると思うんですけど自分の叶えたい願望とか自分の考えてることが現実になるだからいいことばっかり考えて。 もう金持ちになりたいんやったら金持ちになるっていうことばっかしを考えてたらそれが現実になるそ,のそういう現実を引き寄せるっていう話なんですけどこの受動意識,意識仮説が本当ならば引き寄せの法則は完全に崩れるってとも言えるし当たり前とも言えるようになるんですよね。ななぜららこの自自我は自発的に僕らは 考えてているるように錯覚してるけど脳の計算の結果そう思わされてるだけで自発的にはこの考えっていうのはコントロールできないっていうのがその脳科学の最近の結果なのであれば僕らが考えていることっていうのは脳がもう無意識にも出してしまってるのでそゃ現実化するやろとも言えるし。 逆に僕ら自発的には考えられないので僕らの望み以外のものはこの意識には上ってこないっていうことになると思うんですよ。この受動意識仮説が本当ならば。だから引き寄せの法則でこういうのを叶えたいとか言ってとか意識が上ってくる考えを上ってくるこう考える。 その考えは自発的に考えているんじゃなくて考えさせられてるので自分がし,したいのを引き寄せるっていうことよりは脳がそう思わせてるっていうことなのでそうなるのは当たり前でしょとも言えるし引き寄せの法則っていうのは不可能なこととも言えるんですよこの自我として。 自分が自発的に何かを引き寄せたい何,何かの願望を叶えたいって思うことさえも自発的じゃなく脳の無意識がこの意識に上らせてることなのであったらこの引き寄せの法則っていうのは不可能な話とも言えるし意識に上ってきてるっていうことはもう自分自身がそれを 自分自身というか自分の無意識が自我に登らせていることなのでそれをが現実に来る現実になろうとしている情報がもう脳がいろんなことをキャッチしてそう自分の意識に上らせているとも言える,言えるので引き寄せて当然だとも言えるし自発的に引き寄せの法則を引き寄せようとすることは 可能だとも言えるじゃないかとか考えてました。ていうことです。っていうことも引き寄せの法則で引き寄せたぞって思,うこ思ったことしても引き寄せの法則使ったのに全然引き寄せられへんって思うことも全部自発的に思っているんじゃなくて脳が それを結果出したのを自分で自発的に思ってるっていうふうに勘違いしてるだけっていう説でした受動意識仮説、まあ、うまく説明できたかどうかわからないんですけどこの受動意識,意識仮説を思うたびに引き寄せの法則っていうのがあれって <laughs> そんな当たり前やんとも思うしいや不可能になる引き寄せは不可能とも思えるっていう。 このことに関してはもっと綺麗にまとめれる時があったら、また動画撮りたいと思います。すいませんでした。以上、ご視聴いただきましてありがとうございました。